けに舞い散る。なんかに負けたら私が廃るのよ。お前らふざけんなよ。今の勝負本当に全力だったか。手を抜いてたんじゃねえのか。手を抜いていたわけではありません。戦いに集中できなかったのです。言い訳は見苦しいんだけど、集中できないのも実力のうちよ。入るんば。っていうかさ、やっぱりユミちゃんも感じてたんだ、この気配って。懐かしくて温かくて、わしたちがよく知っている気配。まさか本当にそうなのか。絶対にそうだよ。みのりたちが間違えるはずないもん。
黒影おじい様、死んだ忍びが生き返る世界ならばおじい様もここにいるはずです。つまんねえな、せっかくの喧嘩が台無しだぜ。まあ気持ちはわからなくもないけどよ。どっちにしろ忍びの棒取りが終わるまではこの世界から出ることはできん。しばらくはお前たちの戦いを見せてもらうわい。三神楽最終盤行くよ。はーい。うっす。次に会った時は本気で来いよ。気の抜けた喧嘩なんか私はごめんだぜ。